はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはファイブナイツアットフレディセキュリティブリーチということでね、なんか結構長いタイトルなんですけど、どうやらなんか昔からあるシリーズものなのかなって感じがするけど、日本国内だと初めての登場みたいなんでね、情報があんまないんで早速サイト見てみましょう。はい、ということでこちらファイブナイツアットフレディセキュリティブリーチ、だからファイブナイツアットフレディーズっていうところが、まあ多分シリーズとしてのタイトルで、セキュリティブリーチっていうのが今回のゲーム内容なのかなって感じがしますけど、結構こう、可愛いキャラクターに見えるけど、どうやらホラー系のゲームっぽいんですよね。まあちょっと左下のキャラクターとかちょっとなんか怖い感じがするけど、まあでもよくよく見ると後ろ側のキャラクターもね、なんか怖い感じもするし、でもコミカルに見えるから、これ対象年齢で若いのかな。まあまあちょっと見てみましょう。はい。ということで、人気ホラーゲーム Five Nights at Freddy's の最新作がいよいよ日本に登場。2014年に初登場し、PC や VR でのリリースのほか、様々な展開を見せる人気脱出ホラーゲーム Five Nights at Freddy's。その最新作がいよいよ日本に登場。今回の舞台は巨大なテーマパーク施設、フレディ・ファズベアのメガピザピレックス。お店に閉じ込められたプレイヤーは様々な仕掛けを解き、襲いかかってくるアニマトロニクス、機械人形から逃げながら一晩を過ごさなければならない。だからコミカルなね、ビジュアルだったんですね。要は、お化け、幽霊からじゃなくて、機械人形だけど、ちょっと怖さを見せる。まあ、そういうことなんでしょうね。で、最新機種の性能と技術を駆使し、これまでを超える、緊張感を、表現した本作。ワンランク上の新たな恐怖が待っている。っていうか、これ、あれかな、ダウンロードでは出てたのかな？多分パッケージでは少なくともね、日本で初めて出るタイトルだと思うんですけど、まあ、だから僕はこのシリーズは初めて知ったんですけど、2014年からってことは、実的には PS4 が出てるから、まあ、そういう一世代分のね、時間、プレイされてるゲームっていう意味では、結構、遊んでる人からすれば何作か出てるんだろうなという感じはするけど、全く記憶ないんでね。全く記憶はありません。はい。ということで、ストーリー。フレディ・ファズベアのメガピザコンプレックスに閉じ込められてしまった少年グレゴリー。これ、なんかややこしい名前の店だ。ピザなのかな？テーマパークなんだよね。うん。脱出に協力してくれたのはお店の看板マスコットのフレディだった。あ、だから、フレディとはこの左のキャラクターなのかな？多分真ん中にいる、てか右寄りに真ん中にいるのがプレイヤーキャラだよね。右側のキャラ何なんだろう。まあまあいいや。フレディは店の防犯ドアが開く午前6時までの、まで他のアニマトロニクスに見つからないよう動き続けることが大事だと伝え、他の脱出方法についても探し手伝うことを約束する。果たして無事に脱出できるのか、そしてこの店に隠された真実とはということは、ただ脱出するんじゃなくて、なんか謎を解かなきゃいけないってことか。で、しかも朝まで開かねえから、とりあえずなんか逃げ回れよって感じで、うん。ああ、だから行ったり来たりするんでしょうね。まあ、ノリとしてはあれかな。あれかなって言ったけど、それを言ってもいいのかよくわかんなくなってきた。まあいいや、ちょっと、まあ、なんだっけ、あれですよ。裸のね、おじさんが追いかけてくるゲームあったじゃないですか。ああいうノリなのかな。まあいいや。はい。で、キャラクター、グレゴリー主人公、ベネッサ、警備員が一緒に、警備員も閉じ込められてるの？で、フレディ、アニマトロニクス、これが仲間なんだよね。で、チカ、アニマトロニクス、チカ、これは敵なのかな。で、モンティ、アニマトロニクス。ロキシー、アニマトロニクス。で、バニー。これバニーっていうのは一番やばいやつなのかな。まあわかんないけど、はい。ということで、ゲーム。スリリングな体験。
プレイヤーは不気味なテーマパーク内で一晩を過ごさなければならない。追いかけてくるアニマトロニクスのとの、接触を避けるのが重要となる。また徘徊している謎のキャラクターバニーにも要注意。バニーっていうのがあれですよね、あのハサミ男のにパンツおじさんみたいなだったりね、そういうキャラクターなんでしょうね。まあ、ちょっと何を言ってるかよくわかんない人は、まあそういう感じのキャラクターをイメージしてください。追いかけられていることね。様々な、回避方法。敵に見つかった場合、まずは走って逃げるのが一番だが、今回の舞台はテーマパーク施設と広大なため、隠れられる場所も多く存在する。監視カメラをうまく利用して回避ルートを探そう。また武器で敵の動きを鈍らせて逃げるための時間を稼ぐことも可能だ。どのぐらいこの敵に攻撃ができるかだよね。多分こういうゲームの場合って攻撃をしたら多分その武器が消えちゃったりね、壊れたりするんでしょうね。だから多分使用制限があるんじゃないかな。じゃないとね、あの無双になっちゃうからね。で、襲いかかる恐怖と緊張感。最新機器の技術を駆使し、リアルな、恐怖と緊張感を表現している。アニマトロニクスを生き生きとさせるグラフィックや、超高速 SSD 技術によりよるスピード感のあるプレイ、そこにいるかのような 3D オーディオが、さらなる恐怖を増長させるということで、これは、最新って言っても PS4 と PS5 のマルチタイトルなんだよね、これ。PS5 の方が怖いのかな。で、フレディが味方に。本シリーズでおなじみの熊のアニマトロニクスフレディが今回は味方として登場し、関係者だけが知るヒントや警告を伝えてくれたりと、プレイヤーが唯一頼りにできる味方になる。ガイド役として行動するので、ヒントやピンチも教えてくれるがーってあるんですけど、これはこれまでのね、このゲームのシリーズでもフレディが出てるのはわかるんだけど、今回は味方として登場ってことは、かつては敵として登場したってことなのかな。ちょっとその辺の彼のアイデンティティがよくわかんないし、昔のね、そのプロフィールを知りたいよね。で、次。マルチエンディング。本作では複数の分岐点が存在し、ルートの選択によってエンディングが異なる。己の、保身に走るか、すべての謎を解き明かすか、どんな結末を迎えるかは、プレイヤーの選択に委ねられる。あれかな、最初にもうすぐ鍵見つけて車でブーンと逃げると、あの背後の席に乗ってるとかね、そういうエンドなのかな。まあまあいいんだけど、はい。ということで、映像があるな、見てみましょう。あ、いいのか。あ、 H2 さんのところのやつなのか。そうなんです。今までちょっとあの概要は見たんだけど、3D なのかな。とりあえず 3D マップ、サードパーソンのイメージなんだけど、キャラクターがいるから。でもこれだけ見るとファーストパーソンっぽく見えるんだよな。どっち？どっち？まあ、これは多分マップ見せてるだけのカメラだから、プレイヤーのキャラクターが動いてるようなカメラじゃないから。何なんだろうな。こう 3D マップなのはなんとなく分かりましたよ。はい。いや、分かったっていうの。分かりましたって。だからそうじゃなくて、こう、プレイ動画的なところを見たいんだけど、どういう感じなんだろう、画面的に。グレゴリー、be still. I think she's found us. そうだな。怖いのかな。怖いのかな。これはな、パッケージ版購入特典、あ、そういう情報ね。まあ、ちょっとこれは。で、こっちは何だ、こっちは何情報だろう。てか、プレイの画面が見えないとね。どういうこと？あれ、こんなキャラいたっけ？怖いじゃないだっけ。まあ怖いっちゃ怖いのかな。あれ、警備の人はどういう役割なんだ。警備の人にも見つかっちゃいけないのかな。で、
いやね、その辺のことはなんとなく分かってるんですよ。そうじゃなくて、こいつらが襲ってくるのはなんとなく分かるんだけど、プレイヤーのこう、お？Gregory, we can get you out of here. You and me together. え、どういうこと？They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. これはどういうシチュエーションなんだ？これ今、あ、これあれか、今動いてるやつだ。だから、あ、ファーストパーソン系なんだね、こうやって見ると。あの子供がこう閉じ込められたって設定だけど、多分イベントムービー的なところじゃないと、あの子供は出てこなくて、基本はこういうあのファーストパーソン視点なんだね。ってことだよね、多分。怖いっていうか、単純になんかこう追いかけっこ&ステルスって感じなのかな。あ、でも今は怖いか。でもセロ B だから多分そんな残虐表現じゃないと思うんだよね、うん、ということで、すでにチラチラと見えてるけども、購入特典ですね。パッケージ版の特典は、フレディ・ファズベアのメガピザプレックスオリジナルステッカーって。え？これは何なんだろう？これがあの、海外のタイトルなのか？違うよね。まあいいや。あ、だからテーマパークのオリジナルステッカーってことか。まあいいや。で、あとは、まあ、アマゾン購入特典があるよってことですね。ということで、製品概要。Five Nights at Freddy's Security Breach。いやー、カタカナで書いてあると読みやすいね。はい。で、プラットフォームがプレステ5とプレステ4で、常にじゃない、共にパッケージ。で、発売日が2022年5月26日で、価格が4950円税込みとなっていて、ジャンルがサバイバルホラー。これなんか最近サバイバルホラーって見た気がするんだけど、だいぶゲーム内容違う気がするけど、まあ、ファーストパーソン視点の、まあ、アクションアドベンチャーって感じかな。うん、で、プレイ、セロがセロ B で、プレイ人数が1人。で、対応言語は日本語、英語、その他、ローカライズ、まあいいや、ボイスは英語のみだから、字幕で日本語ってことですよね。なるほど。これ難しいよね。そのホラー系のゲームだけどアクション要素があって、それをこう、逃げ回りながら文字を見れるかって問題とかあるよね。だからその辺考えると、ああ、日本語ボイスが欲しいなってどうしても思ってしまうけど、ちょっとマイナー系のタイトルになってしまうからしょうがないのかなって、まあそういうところはあるかもしれません。まあでも、なんかボイス日本語対応っていうのはなかなかしてくれそうにもないから、まあこれで諦めるしかない。だからまあ基本的に多分ゲーム内容見た感じだと 3D 酔いをする人はやめた方がいいとか、そういうレベルの話だと思いますよ、個人的には。はい、まあちょっと僕はしばらく様子見というところになるかと思います。ということで、この動画が役に立った方はグッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。